ザ・ロストコントロール。都内で活動中の名もなきインディーズロックバンド。この40代を中心にした6人組による18年目の真実のストーリー。終わったばかりどう？最高。ちゃんと全部できたからよかった。彼らと共にした7日間の初の海外ツアー。行き先はアメリカ西海岸ロサンゼルス。その旅の始まりから終わりまでの濃密な時間を彼らと共に過ごしました。世界的アーティストジョージ・リンチのバンドリンチモブのオープニングアクトへの抜擢。メンバーとの交流やライブの興奮を私たちに伝えてくれました。あの日夢見たかの地でのライブツアーの実現、18年後に咲く花を今咲かせようとしています。2015年9月20日夜7時、夏の終わり間近な羽田空港から物語は始まります。おはよう。TLC 美人マネージャーのちかちゃんが空港まで見送りに来てくれました。素晴らしい。一番映ってる。大丈夫ですか？びっくりした。間違えた。本当にすみません。本当すみません。これちょっと全員全員遅刻しました。すみません。罰ゲームだよ。なんかあるよ。ちゃんとある。さあ皆さんようやく集まりました。いよいよこの日がやってきたと思います。俺が一番最初にこの旗を振って、和田君が乗っかって、いろいろとメンバー増えてきて、やめていったもん。気がつけばようやく、それもこれも一人、バンバスの、そこの視力のおかげで、皆さん行けるので、本当に和田君に拍手を。とにかく1週間揉めたり、ね、笑ったりいろいろあると思うけど、事故のないように、とにかく、ロックバンドのツアーも演歌調なことじゃなくて、とにかく笑ってロックしていきましょう。行くぜ。全然落ちなかった。秋だ。ああ、全部英語で行こうか、これからじゃあ。日本語使ったら1000円ね。結構高い。結構高いっちゃったもん。あ、もう今連続、あ、やべ。2万ぐらいになっちゃった今ね。これから約1週間。これが最後の日本食となりそうです。じゃあ飛行機乗る直前。カバー。こっち見て、たまには。はーい、いい笑顔だね。はい、いい笑顔だよ。俺にあれがついてない。もういいだろ、講師。あれ新しい。新しい。みんな頑張って、期待してるよ。ありがとうね。気をつけてね、助けて。行ってきます。無事に帰ってきて。はい、はい、行ってきます。じゃあ、ありがとう。
いってらっしゃい、気をつけて。いや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 。皆さんね。はい、じゃあ皆さん乾杯。はい、ありがとう。クリス、あざした。ジムさん、18年前に行くことのできなかったアメリカへの思いと新たな期待と不安を胸に秘め、今いよいよ旅立とうとしています。助けて。1名様どうぞ。ありがとうございます。お願いします。マジでやるのこれ。マジでやるの。後半22ってことはさ、うん、40代って超後ろじゃね、みんなの。そうだね。あ、でもさ、あ、これ開けていいのかな。怒られてない。はい、ギターのたつきさんも初めての海外旅行に胸を高鳴らせています。約10時間の長かったフライトを終えて、いよいよ夢のアメリカ大陸に上陸します。すべてが英語。そりゃそうだ、そりゃそうだ。アメリカ入国への一番の難関、それは英語での入関審査です。レイさん以外のメンバーは英語でのやり取りに不安だらけの様子です。結構混んでるね、これ。ジャック、ジャック、ジャック、エビキ、エビキ、エビキ、I am the lost control、yeah. Mr. Lost Control、yeah. Miss Lost Control。 来ちゃったね。来ちゃいました。来ちゃったね。行くしかないですね。ね、でまあ、とりあえずすげえ疲れたんで、はい、入って風呂入って、だけどやりたい、やりたいんだけど。 OK よ、父ちゃん。空港を出た後はまず最初にこれからの1週間の移動用にレンタカーの契約に向かいます。カートどうするのか聞いて。どこでカートどうするかね。そのままでいい。そのままでいい。タツキそのままでいいよ。お、タッチダウン、タッチダウン、タッチダウン。そこ座っちゃった。そこ座っちゃった。そこ座っちゃった。王様みたいな、王様みたいなキーブ。思ったら暑い。夏いよ。暑いですね。あー、そっか。ちょっと安心。それ、飛行機的にと。何的に一安心。いろいろ。まあ、自分もちゃんとね、なんか18年目のやっとスタートラインに立てたんですけど、一安心だし。ちょっと、飛行機落ちずにまず来れたっていうのも一安心だし。そうだね。全部一安心。寝れたの？寝れた？寝れない。全く？でも大丈夫です。All the like the waivers and the insurance stuff. You see how much? You guys have everything included already. Oh, but we don't need it.
急ミッキービリー言いたいことがあるんだけどさ。お願いします。ロサンゼルスの夜もさ、日本の夜にも月があるんだよ。決まったな、今の決まったな。ゾンビが出だしたらあそこ逃げ込めばいいんだよ。 あれゾンビだね。これから1週間お世話になるマンションに到着しました。はい、クリアしました。今日お疲れ様でした。さっきより盛り上がった。さっきより、はい、さあ、腕なり気にしてください。わ、さっきと同じだ。本当はね、台本書いてあったの。それ言わない。それ言わない。今買い出しに行って帰ってきて、これからささやかな到着飯です。みんな手伝ってます。よし、それじゃあ遅い時間ですけど、いや、初日ですけども、はい、あのとりあえず無事に来れたんで、はい、まあ明日からあの怒涛の6日間を楽しみましょう。イエーイ、カンパーイ、カンパーイ。こっち向いて、こっち向いて、自分の自撮りして、自撮りして、自撮りして。うまい、どう、うまい、なんでね、これボルケン、あ、パラパラ、辛いから気をつけて。食べたいぐらい。ちゃん、待ってみて。うい。食べてないよ。食べてない。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。あ、そういう音さえ言ってる。そういう音さえ言ってる。そういう音さえ言ってる。いいから飲んでるかって。いいや。あ、そんな、だめ、飲もうぜ、飲もうぜ、飲もうぜ。年末年始の先に追っかけて。へぇ、俺は剣に入れた完全キッス。2日目の朝、10時間のフライトを終えて無事アメリカ西海岸ロサンゼルスのマンションにたどり着いた彼らの最初の朝です。今日から6日間の9人での共同生活が始まります。前日の到着が夜遅いこともあり、今朝の朝食は近所のスーパーで購入したシリアルとスープのみで済ませました。俺も行きたかったんですけど、シールもちょっとしかないけど、まあ全員一応全員分。じゃあ下でタバコ吸ってます。いい、タバコ下でタバコ吸ってます。待ってます。1回で。ああ、じゃあどこどこ外に出るの。もしかして外出るの初めて。アメリカについて最初にすること、それは1週間分の食料を買いに行くことでした。車どっちです。あっち、あっちだ。スーパーに、これからの1週間の食材とかいろいろと買ってきます。今日の僕の目標は安くてかっこいいサングラスを買うこと。ピュッ、開いた、ピュッ、開いた。だいたい土地勘入ってる。本当に、うん、ケイティさん、慣れないアメリカの交通ルールに戸惑っています。切ります。近辺だったら行って戻ってくれ。ちょっと
違ってめちゃくちゃカラフルね、カラフル。レイ君いつもさカメラ回す方だからさ。ああ、ありがとうございます。アメリカでの最初の戸惑い、それは様々な単位が違うこと。英語が話せても単位まではそう簡単には理解できないみたいですね。ね、日本もこういうと言ってくれていいけど、俺ら多いからかも。ここで並んじゃうからやってくれてるんじゃない。マネーねえな、やっぱ左手の右手。うん、見えてる。ただいまただいま。そして始まりだしたセッション大会。さすがミュージシャンの集まりですね。料理長はバンドの父役ジムさんと母役のケイティさんが担当します。誰でこんなびっくりだよね。こっち見んじゃねえよ、お前。何作ったんですか？熱い。何作ったんですか？チリコンカン。トンチンカンです。ラーメン屋の、ラーメン屋の人。黒い T シャツ。ちょっと腕組みして、腕組みして。ラーメン屋の。はい。仕込み中ですか？200個も十分ラーメン屋みたいなんですけど。完全に高橋が、はい、後で食べ頃ね、中点。お疲れ様でした。お疲れ様、はい、明日はですね、午前中に PV 撮影やります。で、一応2時か3時ぐらいまでに終わらせようかというふうに思ってますので、はい、よろしくお願いします。朝早く、はい、はい、では乾杯。乾杯。アメリカについて最初のパーティーが始まります。ここに来て、来て来て。ここに来て、ここに来て。一人ずつ一人ずつ来て。はい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 。はい、ここ来て、ここ来て。はい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 。誰がビッグで。はいはい。ってね。おい。アメリカでの料理の際に一番困ったこと、それはなんと菜箸がどこにも売っていなかったことです。まあね、男はこの豚肉をうまく食わせられるかでロックの質が決まってくるんだよね。ねえ、ふざき、マグロ代わりになるんだよ。自分らにとっては豚骨が命ですから。ラーメン屋さんだな、店主。ということで、まあ、人生はフラジャイル、え、そしてストレンジだけどワンダフルだと思います。そんなみんなとトゥゲダーして今夜飲みたいと思います。乾杯。ラッキー池田だ。トゥゲダーしようぜ。ラッキー池田だ。バブ、この瞬間はもう苦しいぐらい一瞬に過ぎてしまうよ。一瞬。海外にロックバンドで出てきて9人もの人間でさ、ありえへんと思う。この瞬間がもう生涯最後になるのか、次につながるのか、単なる卒業旅行で終わるんか、もう知らんけどな。まだあんの。
なんでお前夜中にサングラスしてんねんお前は。あんたもやました。あんたもや。あんたもや。俺もこれ外すとビッグダディね。いいかアマ。はい。音楽ってのはうまいとか下手とかじゃないだけでええんだよ。ケミストリーが大切なんだ。覚えとけ。はい。ケミストリーって言葉の意味は未だ知らんけどな俺。お前に出会った上でこんなめんどくさなってるからも全部お前らせや。なんてやめてけよ。じゃあ誰か起こす。すいません、ちょっと最後までお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。暗くて見えないでしょ。暗くて見えない。はい、解禁。解禁。グッナイ。さあ、明日はいよいよベニスビーチでのプロモーションビデオ撮影です。アメリカツアー3日目はベニスビーチでの初のプロモーションビデオ、ブリンクの撮影の日です。朝食タイムはいつも通りてんやわんやに始まります。回ってるね、朝から。さあ皆さん、おはようございます。おはようございます。本日も今月頑張りましょう。今月今朝の当レストランのブレックファーストはパンパンサラダ and bacon and sausage and tamago。 ジムさん、英語がお上手なんですね。オーケー、いただきましょう。で、適当に食べ物が、適当に自分で選んで。このブリンクという曲はジムさんが2年前の人生初の入院時の経験をもとに書かれた曲ですが、今ではアメリカツアーを象徴する曲でもあるのです。うん、うまっ。不謹慎なこと言っていいですか。もしもこの世が終わりに近づいたとしても、俺はこのブレックファーストを忘れはしない。撮影はミッキーこと高芝プロデューサーをメインカメラマンとして、レイ君がサブカメラを担当します。撮影前の入念な機材チェック中です。よし、いきます。いや、はい、はい、はい。じゃあ高島先生、本日よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、よろしく。ビデオ撮影ゴー。よろしく。何これ。すげえな、この建物も。うん、いちいちでけえよな。ただ日本じゃお台場ぐらい行かないとないよ。アメリカっぽくなってきた。できない人が超残った。高速道路これ。高速道路だけど入り口の金払うとかないんだよ。あ、フリーウェイだ。あ、フリーの、フリー。お、あ、見えるかも。あ、見える見える見える。最高、最高っぽい。ちょっとすげえ気持ちよくなってきた。いいね、いいね。いいよ、いいよ。西海岸の有名観光地ベニスビーチはジムさんの好きなロックバンドザ・ドアーズが結成した場所としても有名な場所です。ジムさん、何やらケイティさんとの公約があるとか。海に来たよ、海に。I'm so happy。 ひたすら続いてる。やばいね。おー、すげー、おーっと。おー、
浜さんどうですか。3年前に新橋やった時ここに来れると思った。いやあの時は想像しなかったです ねえ。なんで敬語になってんの想像してなかったね。まさかビーチっすよ俺やりてスケボー、いいねスケボー、チャリ乗りたい、スケボーやりて、プロフェッショナルカメラマン、ああいやいやいや、いよいよたどり着いた運命の地、ベニスビーチでの撮影が始まります。 OK、 本番、ボンボン、歌詞ないとこそんな感じね。あのアメリカのポスターみたいな、よくあるよね。でここにデカくフリーじゃん。あーちょっといいいいおーあんまあんま珍しくかっこいい、珍しくかっこいい、うるせーよこれだこれいいじゃん、奇跡の一枚だな。これちょっとね思うけど楽しい、来るからいいんじゃない、来れるか、来れるとこにするみたいな。まあここに永住するか東京にいてここに来れるに、セカンドアルバムはアメリカで始めるか。そうですね。LA に捧げるか。サンクス。海の後に未来見て。やるよ。恥ずかしくねえよ、女の。誰も知らねえよ。Hey KT。はい。この街でバンドでも組んで、人儲けしようぜ。そうだね、公約達成いたしました。足が、足がこうなってんのよ。タバコ吸いたいっす。
サンドウェイ。おもちゃだよ、これ。怖い。ちょっと誰かやってみて、上張って。逃げるといけないよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。やめろ。キャップ。オッケー。これ買おうかな、俺も。うん、1000円だよ。1000円これ。うん。で、硬いから、ここが。硬い。うん、気をつけて。いや、違うな。これね、これか迷ったな、これ。だけど、これ、待ちしたら、この B1 っていうのが怪しいなと思った、ちょっと。あれ、あの観覧車がゴロゴロ回って、取れちゃって。2015年夏のアメリカツアーでの一番のひとときでした。迫る夏の夕日に後ろ髪を引かれながら長い一日が終わろうとしています。4日目は現地での最終リハーサルを行い、夜はリトル東京でのインストアライブに向かいます。全部どっち？長もこっち。じゃあ長もか、いや、立てていい、立てていい。で、向こうもこういう状態できるから、だから今日来てもらった上でライブも来てもらえるようにしてる。すごい、マイナーマイナーいいですよね。今日の説明をしてください。今日は、うん、こっちのスタジオでディハに入って、うん、で一応、ウイスキーではディハができないんで今日が最終リハという感じになります。で、ここが終わったらダウンタウンのリトル東京まで行って、うん、でインストアイベントをちょっと展開してます。LA での最初で最後のリハーサルは車で約10分の場所にある小さなスタジオで行われます。わーお、わーお、かっけー。楽器並べると急に安心感が湧いてくるよね。初めての海外でのリハーサルに少し戸惑いながらも久しぶりの音出しに期待を隠せません。はっはっチェッチェッチェッはっはっ。最高っすね。バグオやろ。ブーちゃん、ただでさ、もっと気持ちいい。You like your red hot chili peppers? Yeah. You sound like the red hot chili peppers. Really? Awesome. Thanks. Very good. Yeah, we rehearsed. I like it.
in that same room. Yeah. Right. Oh, really? Yeah, yeah. あのレッドフォレッチでここで同じスタジオで。Wow! Wow! Sounds just like them. I thought they were back again. They came here. They've always practiced. Yeah, in about 1990. Oh. 1990. Three times a week.でちょっと嬉しかったんで、あの受け取ってもらうかわかんないですけど、ちょっとポスター渡していきたいと思います。おー、いいね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 、はい、これ、これ。So we're doing this, we came from Tokyo. Yes. Are you sure? Tokyo, really? Yeah. No. Europe. No, we're from Tokyo. And we're doing a show this weekend, this Friday at Whiskey. Yes. And so... You want to put up a flyer? A poster? I like the poster. You have to sign it for me.Inside it? Yeah. Whoa! Yeah. Hamada. Ui. Tatsuki. 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 Oh, okay. Okay. All right. You see it? Yeah. Everybody?That's everybody. Okay, let's put it up over here by the way. Whoa. Wow. Wow. Thank you. メンバー探してます。日本中っていうか世界中同じだね。メンバーは一緒やろ。Wow! Wow! Thank you. Very nice. Awesome. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. Now I have to find some place for these. Yeah. Another time. Wow. This is such an honor. You're welcome. Oh, so. I like that poster. It's good. Thanks. Thank you. I'm gonna keep it after the gig. When's the gig? Oh, it's this Friday.August, September, yeah. Then I got one. So we were doing a little tour inside Japan before we came to the US. Oh, Whiskey, oh, nice. So yes, yeah, so we're playing at Whiskey. We're opening for George Lynch. Oh, no kidding. Yeah. Oh, nice. That's Lynch a good mob. One. Oh, that'll Lynch be a fun mob. Night. Yeah. Oh, Lynch Mob, nice. Yeah. Cool. Koe, Koe, no Koe. It's crazy. Where are the photos? Yeah, take it. So, もう時間半。何時？四時まで。由緒ある LA のスタジオにザ・ロストコントロールの名前が刻まれた瞬間でした。それかここね、下するんだよ。しかもアンテナ当たるんだよね。ザ・東京もそんなわけねえよ。ザ・東京もインストアライブまでの数時間の間にリトル東京のレストラン街で早めの夕食を食べることにしました。みんな久しぶりの日本食に期待大です。正直うまい。インストアライブ会場は日本の文化や食品を扱った小さな町リトル東京のショップゼノンにて行われます。かっこいいなこれ。かっこいいな。バラになりますよ。こういう感じになります。この日のためにゼノンのホームページやフェイスブックでの急な告知にもかかわらず、この日本の名もなきロックバンドのために4人の現地のお客さんが集まってくれました。ゼノンの店長ジャスティンさんによる同時通訳を行いながらのインストアライブの開始です。You guys are lucky because if we had a crowd, you would be far away, but now you're closer.
Thank you. This is my only way. I'll be playing this later tonight, and I'll be playing a lot more tomorrow. You guys come to Whiskey, yeah, we'll sing a lot more than tomorrow. When did they have the cello player? いつチェロの方が加入されたんでしょうか。ものすごいチェロが好きで。You like my job? 日本語喋る。Wait, are you a American team or Japanese? Citizenship wise, I'm an American. Oh. I grew up in the US. And then みんな仕事やってる大人たちが、こういうことやってることによって、もしかしたら本当は夢があって。やりたかったことがいっぱいあるんだけれども、そういうことを諦めてる人がすごい多いので、そういうことを、なんかこう勇気づけるような、そういう活動だったらいいなと思って、今回の活動を全部ドキュメンタリーにして、でなんかメディアで流せたらいいなっていうふうに思って、今とりあえず撮ってます。They're taking a lot of footage right now so that you know eventually taking you right now Blow kisses to Japan. で、まあ、そういった思いも込めて作ったアルバムで、一番なんか核になる曲で「Blink」っていう曲を今からやりたいと思います。インストアライブ終了後は CD 購入特典としてメンバー全員のサイン、そして一緒に写真を撮影できるということで、なんと4人全員が CD を買ってくれました。わかります。ハスキー。That's good. 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 将来高くなるのまた、バイ、ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。スモーとか言ってる。3、2、1、GO! 最後はジャスティンさんと一緒に近所のバーに打ち上げに行きました。うわ、すげえ。そういうなんたらガールみたいな写真を彼女のフェイスブックにあったけど、なんかあれからやりだしたんですよ。なんか ありがとうございました。ライブの当日、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとどうするんだろう。違う、2秒だった。がっつり寝てんじゃん。2秒だったよね。本当に2秒でしたね。ガハー言ってますよ。あ、これあの時も分かりにくかった道。なかやなこれ。もう眠くてしょうがなかったんだろう。これじゃないよっつったんだよね。
5日目はこのツアーで唯一の観光日です。ハリウッドの街に今から観光に繰り出します。食べる前に一応本日の朝ごはんなんですけれども、今日は、1人1つずつお味噌汁がついてます。でこれは、空港でチカちゃんが、差し入れしてくれたので密輸しました。密輸ということで美味しくいただきましょう。はい、それではいただきます。チカちゃんありがとう。ありがとう。まだ遠いぜ。遠い、ちょっと見えねえな。これから近づけたら、これから近づく。こんな。ここハリウッド。ここどこ？ハリウッド。え？ここどこ？ハリウッド。来ちゃった。ここどこですか？横浜。Yes No。ドリンクいっぱいいただきます。おお。$10 is the pay. Let's go. これからグリフィス天文台へ向かって止めてすぐ帰ります。写真撮って帰る。そうそうそう。一通り市内を観光した後は LA を一望できる観光名所グリフィスパーク天文台に移動します。アメリカで2番目に古く70年近い歴史のあるグリフィス天文台はプラネタリウム、展示ギャラリー、200人収容の劇場などがある LA 一番の観光スポットです。ケイスケ君、すごいすごい、こんなに広いと思わなかったね。テレテテテシャカ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 チキチキチキシャカ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 チキ。捕まえてください。今回のツアーに同行したたけしさん、20年前にもジムさんと一緒に日本でのツアーを旅している一番の大親友です。夜は明日のウイスキーやゴーゴーでのライブに向けた決起会パーティーです。今夜の料理長はこれが人生初料理というたつきさん。美味しそう。すげえうまそう。美味しそう。食ったのはこの人でーん。てってて。ケイティママの指導のもと、美味しいハンバーグができたみたいです。じゃあ準備いいかな？お尻いいかな？早く早く。じゃあ。テッテテ。というわけで僕の前説からいこうかな。はい、どうぞ。本日はいよいよ。
ザ・ロスト・コントロール海外公演ツアーラスト2日目になります。いよいよ明日はウイスキーやゴーゴーでのライブになります。それを成功を祈って今夜は乾杯したいと思います。おいというわけで和田くんに盛大なるシャンパンを開けていただきましょう。ほっ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 あれ出なかった。じゃあ開けさせていただいたところで本日の乾杯をカツキにやってもらいます。料理長、本日の料理長はカツキちゃんです。では明日に向けて一言か何か簡単なんでいいんでお願いします。明日に向けて泣くなよ。そうですか。あんまり自分自身まだアメリカにいる時間あんまりないんですけど、でもきっと多分明日は泣けてきた。はい、きっと多分ライブのステージからきっといい景色が見れると信じて、おおはい、みんなで 120%、150%出していきましょう。では、乾杯。いいスピーチ、泣きそうになっちゃったよ、泣きそうになっちゃったよ。というわけで明日頑張ろう、乾杯。乾杯。乾杯。Why do you love a sea? I don't sleep on myself. That the clear moon could please, but only two down on one tree. When chill, wake, sky, yo. You won't know the time of revolution is a devil. Make sure it is easier right now. ちょっと教えてもらっていいですか。ライブ当日の朝です。じゃあ、はい、行きます。行きます。来たね。あ、これ実は洗ったんですか。何回も洗ってる。各自の自分の機材をチェックしよう。2、3回洗ってる。例のカメラとか上になってくると大丈夫。一眼も置いてきます。よし、入ってる。僕らはロックスルー、僕らはロックスルー。なんで日本語や。やめよお前ら。やったジャスティン、持ってきてくれるんだよ。うわー、ウイスキー、まっすぐ行って裏って言ったら裏ってどこウイスキー、ウイスキー、ウイスキー、ウイスキー。あ、ロストコントロールって書いてある。おお、書いてある。ウイスキー右下。おお、カイナル。え、ちょっと待って。うわ、カイナル、カイナル。世界中のロックミュージシャンたちの憧れの聖地、ウイスキーアゴーゴー。今回のライブでは、TLC はあくまで前座ということで、入念なサウンドチェックやリハーサルは一切行われず、本番一発。一か八かの危うい賭けでもあります。ここウイスキーアゴーゴーはアメリカ合衆国カリフォルニア州ウエストハリウッドにある
1960年代からある老舗ライブハウスであり、古くはザ・ドアーズやジミ・ヘンドリックス、ザ・フー、レッド・ゼッペリン、そしてエアロスミス、ニルバーナなど数多くのロックレジェンドたちが演奏をしてきた聖地でもあります。予定通りサウンドチェックは行われず、口頭での説明のみとなります。どうぞ。もう終えてきちゃったじゃん。いえ超楽しい。ガリアガリア。お兄さん、どうすか。どうすかね。やらんとね。プレイせんと。僕あんまり浮かれてられない。まあでも、すごくいい幅だよ。こういうシアターみたいなさ。ね、本当に。すごい。庶民的な。箱だね。そうだよね。本日のパスです。トモボレロ、トモボレロだ。わお、マジか。ここがウィーマーできてる。すげえ、すげえ。てか、アビリルラディ超かわいいんだけど。かわいいな。アビリルって間違えて付け取ろうじゃん。アブリかわいい。やべ、トムモレル来てんの。これは楽屋ですか。楽屋なの。楽屋共有のね。8時だ。ジョージ・リンチのバンド、リンチモブの楽屋です。関係者以外は立ち入り禁止となっています。もっとロックバーっぽい感じかな。あ、完全ライブハウスだね。そうですね、完全いい音だよ。チェック1、2、2。ケイスケちゃんどうですか。ドキドキしてきた。ケイスケちゃんどうですか。はい、あそこにいるんだ。ケイティさん、憧れのジョージ・リンチのリハーサル風景を目の前にかなり緊張気味です。エリン、最初はセキュリティスタッフもかなり厳しい対応でした。あ、それまで撮影しちゃダメだった。Sorry。 じゃあ、ブスケロードに乾杯。乾杯。いいえ。いよいよ本番直前です。Let's go!
ライブ本番は地元のロックファンたちの熱い声援と拍手に迎えられ、あっという間の30分間を終えました。ここでまさかの地元のロックファンたちから CD を売ってほしいとの声が出始めます。割れました。いやいや、ボトばかり。なんか楽しかった。反応がなんかやっぱりなんかこう恥ずかしがらないでボンボン出してくれるからすごい面白い。俺のところあんまりなんていうの照明で見えなんだかというか盛り上がった。なんかもう盛り上がってますか。だん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 フロアに入ってくる。人数増えてきました。だんだん。いいじゃん。ベッドみたいな。あなたたちも超かっこいいよ。あ、超かっこいいって、超かっこいいって。Where are you from in Tokyo? Yokohama. That's my bag. Oh, Yokohama. My home. 日本人のメアノは超びっくりした。終わったばかりどう？最高。やべえ、ちゃんと全部できたからよかった。You guys are so cool. Tatsuki? Oh, this is our CD. Can I buy? Yeah. Hi. We have two CDs. These CDs are new single, $5. Yeah. どうだったどうだった？終わったばかり。バッチリでしょ。やっちゃった。すいません、終わったばかりどう？疲れたよ、しんどいよ。なんか知らないけど、いろんなとこが流血してたよ。そう。私もこれだったんだ。So you guys are like famous? Yeah. Trying to make it? You're trying to make it. Hopefully we'll be famous by the time okay, we get okay, back. Okay, 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 okay. Wait. Where can I buy a CD from this guy? CD? CD? CD. Oh. Our new CD. Where's the goddamn truck? $5. Okay, so two questions. You came. Super awesome. Where's your lead singer? Where's your singer? I'll tell him he's awesome by himself. Thank you, guys. Thank you. Hey. Back in. Let's just go back to Tokyo. Yeah, yeah, yeah. Tokyo! Yeah! Jump good. You! Jump good! You guys rock out tonight. And we just want to say welcome. Yeah, インストアライブにも来てくれた地元メディアの記者からインタビューを受けています。いいところがある。
一番最初にミクシャーロックを何でもかんでもできるのはビートルズだけだと思う。それの現代版をやりたいと思う。で、年を取ってオーディションをやってるんだけど、大体みんなもう40代になってくると夢を大体諦めちゃってる人が多いんだけど、本当は諦めたくない人たちが多いんじゃないかなと思って、そういう人の勇気を得たいと思って、それが僕がくれた時にそういう人たちがちょっと俺もやってみようかなって思ってくれたらすごく嬉しい。たけちゃんどうだった？いやちょっと泣きそうになった。すげえわかる。すげえわかる。伝わってる。ね。何に影響を受けましたかって、自分のネットホットチリペッパーズとか。あれそんなこと一回も言ったことないな。嘘つき。言葉がついてこないな。前はビートルズ。よかったよ。ね。いやもうね、一番嬉しかったのは夫人のセキュリティに。お前のラップすげえかっこよかったです。マジで伝わったぜ。おお。前のバンドすげえ最高だったね。こうやって。おお。バイーンってなりながら超嬉しいんですよ。なんかあの時にちょっとなんかこういうボーカルスタイルでやってよかったかなと思うし、ちょっとなんかね認められた感じがしてすげえ嬉しかった。LA 在住の妹が今日は来ていただいたので、サイン入りの CD を出したいと思います。よし。LA 在住のレイさんの妹マナさんがライブに駆けつけてくれました。泣いてるんですか？泣いてる超泣いてるし、超泣いてるし、見てもらっていいですか？もう本当に、俺が1年前に出会ってナンパした甲斐があったってことだ。ナンパした甲斐があったってことだ。こういう形でさ、なんか妹に姿見せられてよかったね。お父さんとお母さんにも伝えてもらいたい。写真いっぱい送ってよ、ママに。で見て、なんかこの格好。この帽子とか、帽子かぶってるし。もうそうファニー。レイ、タジタジなんだよ。So proud. My brother is a rock star. You guys are all rock stars. Oh, man. Rock star. 2年半前にね、もう3年、2、3年間、来月、いじむと会ってからね、あの時にね、言った言葉とか、約束させてもらったことが、ここで形になってるから。とにかく俺らのやってることは日本じゃ通用せんと言いたくない。日本で聞く人がいない、残念ながら。でも国を変えればこの国の人たちはなんと素直な言葉な。今日何に声かけられてるの？ You guys are awesome! So cool! とりあえず次につなげよう。バカ！バカ！で、エリー、ウイスキーゴーゴーさらけ出せる場所なんだなって。マサヤ、やっぱ踏み込めば、お前が戻ってきてくれて嬉しいよ。俺はこれで、やろー、これで終われるんだね。ああ、はい、俺も酒飲んでくるわ。ちょっと酒飲んでくれ俺。と、ここで TLC お得意のケミストリーが起きます。なんとジョージ・リンチの女性マネージャーから、ジョージがあなたのバンドのシンガーが使っていたアコースティックギターを少し弾いてみたいと言ってるんだけど、少しだけ貸してもらえないかしらと言われ、まさかのメンバーみんなでジョージ・リンジの楽屋に押しかけることに。できすだけやな。
Sorry. Camera okay? Can you camera okay? Camera okay? Video camera okay? Sure, sure. Thank you. Get them. Get somebody that can use it. You guys are from Thailand. I'm good. Now come back. Wow. I got him in a kiss set. You guys are looking for it. Wow. Yeah, we're going to play for the Rockets. So, and Don was going to come tonight, but he changed his mind. Very safely into that case, and I'll let you guys know so you can lock it up. Thank you very much. Thank you. Thank you guys. Appreciate it. Really appreciate it. You guys saved it. You saved the night. Thank you. Yeah. All right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 . Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 Thank you.これが3枚脱ぎでやったら言わへん見て、J いいいいいいいそれ見たら分かった分かった新鮮だよ。しかも俺が好きな曲を伝えたら今日やるから聞けってやべーやべーやべーもうダメだ。誰か呼んでるな俺らのバンドは。やべーやべー。さっきあそこで高橋さんとパンクケミストリーだよ。ケミストリーびっくりしたんだってやばいよ。おーイエーイやばい。マイリーさほら肩組んで。先ほどの楽屋訪問の際、一人乗り遅れたマサヤさん、おねだりして直接ツーショットを撮ってもらったみたいです。わーおブーちゃん、ブーちゃんは？あ、ブーちゃんも肩。ブーちゃんは？見せて、見せて、見せて、見せて。何人かで食いついて。わー、ちょっと待って。わー。Hello。Hello。My name is Oni Logan。なんと今度はリンチモブのシンガー、オニー・ローガンまでもが TLC の楽屋に気を使って遊びに来てくれました。What do we love? We love the Lich Mob! Lich Mob! Hello. Oh, I put it in my case right now. Oh, yeah. I put it in my case right now. Thank you so much for these wonderful gifts. And I hope you enjoy the show tonight. Yeah. And keep on rocking. Yeah! Okay, guys. Thank you. Japan. 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 You know the next song? まだ夜終わってないから。OK! Keep on rocking and roll! ジムさん、ようやくたくさんのプレッシャーから解放されたようです。Have a good night, guys. Great show.
hope you guys really come back soon, man. All right, man. Have a good night. Thank you very much. All right, man. Thank you very much. Show. さっき黒人のおっちゃんに声かけられて、お前らグレートショーだったなんで、また戻ってこいよ。あまあ、リップサービスじゃリップサービス嬉しいっすね。でも、あれでも、本当どうでもいい番だったら言わない。言わないですね、うん、言わないです、うん、フロア何人ぐらいおった ?5、60人ぐらいか。うん、そうですね、それぐらいいたと思う。俺の方からほとんど見えへんな。うん、ブーチャの周り人いっぱいいた？周りとかいっぱいいた。そう、最初からさ、そう、最初全然いなかったんですけど。ない。Thank you. ない。Thank you very much. Yes. Thank you. リトル東京でのインストアライブに来てくれたダンさんも駆けつけてくれました。異国の地での音楽の出会いに感謝しかありません。帰ります。お疲れ。ウイスキーエゴゴお疲れ。お疲れ。お疲れした。お疲れちゃん。なあ、いいライブでした。おい。祭りの後午前2時過ぎ、メンバーたちは再びマンションに戻りました。今の何ですか？今の、今の何？ I don't know. おー、英語だね。さあ、住み慣れし我が家に。おかえり。My sweet home. イエーイ。おかえりなさい。ちょっとテンション上がってるだけだな。夕方から何も食べていないメンバーのために、このツアーでのジムさんの最後の手料理です。おちんちん系かな。ウインナーズ。ありがとうございます。お酒飲めてないか。あのショットだけでしょ。ちょっとだけ。そしていよいよ明日朝の帰国へ向け荷造りが始まります。あと片付けが始まりました。何時だ？3時半らしい。3時半。荷造りです。これは持ち込めないので、宅急便で送ります。これで、明日、長かった1週間のアメリカ西海岸ツアーも今日で終わり。数時間の仮眠の後は日本への楽器や機材の輸送に向けた準備に取り掛かっています。というわけで皆さん帰ります。1週間共同生活をした、このマンションどうでしたか、たつきさん。最高です。なかなか最高でした。お前顔も見ずに4番は。おお。じゃあ MSY さんどうでした。1週間の共同生活。俺はまだ残りよ。おお。どうも。どうも。気をつけてね。ありがとうね、ルイ。なんか寂しいですね、ここね。マジになってた。これ鍵あれですか。いや、まだ取りに行く。みんなジャンプしてる写真撮る。ないね。せーのでポーン。あとさ、高橋さん下から上に向けて、うん、タワーって見えるよ。これは普通の写真でいいと思う。ひどいわ。あとはもっと近いで。はい、チーズ。やめて、そんなことない。そんなことないでしょ。お疲れ。
向こうで向こうにいる。さよなら。あ、待って。あああれ必死必死必死止まっちゃダメだよ。あれ来んの？帰らないで。残るっけ？ここに残る。ママにみんなで注射。中大会。後ろにママいるから。はい、ママ来た。あ、本物、あ、来た、本物来たよ。今ね、ママにみんなでチューしようって。もうベロベロにチューしよう。アマ、ママあっという間に一週間経っちゃったね。うん、なんか、この高瀬ひっくり空の感じ、うん、この感じがもうね、なんか忘れられないね。うん、広いね。また近いです。戻ってくる。 I'll be back。 もうすぐ終わりだね。さっきタツキと話したんだけどさ、タツキどうだった？まあ旅行としてはすごい良かったな。でもライブもっとやりたかったな。今回はまあとにかく第一歩で、第一歩で次、まあこれが LA なのかさ、現在地がシカゴなのかボストンなのかニューヨークなのか分からないけど、無理のないレベルで来年またさツアーしようよ。単なるそれだけなのか、本質で俺らがやってきた日本で作った音楽がね、こっちで通用したのかは分かんないけど、まあ次の目的地また探さんとね。そうですね。 Road to USA Next Stage Coming Soon、yeah. TLC でした。でした。
思い焦がれ果たせなかった18年前、仲間たちと確かめ合った憧れと羨望は、この先遅れた少年たちに一体何を変えたのだろう。多分明日はまた何も変わらず、いつかは遠い記憶へと変わっていくはず。でも皆で見上げたこの空はどこまでも広く、まばゆく見えたベニスの街は多分一生心から消えることはないんだと、今はそう信じることができる。僕らの明日は誰も知らない地球儀。